どうも、クーさんです。今日はちょっとね、難波の方、日本橋の方に用事があったので、そのついでに前同僚に教えていただいた、細い細いちっちゃいちっちゃい喫茶店があるいうので行ってきました。手作りコーヒーという、手作りコーヒーのお店と書いてますね。はい。本当にね、うなぎの寝床みたいに奥に長くって、もうテーブルもちっちゃいちっちゃい、ほんと A3 サイズぐらいしかないんですよ。コーヒーともうトーストが来たらもういっぱいいっぱいになるような。でね、このコーヒーはね、ほんとコクがあって美味しかったです。そしてトーストもね、サクサクふわマーガリンがじゅわーっとね、そして安い。もうトースト込みで350円。なんかもうありがたいね。ただね、ちょっと難点がね、愛煙家にはありがたいお店で、もうほとんどの皆さんがおタバコを吸われててね、ちょっとそれが私には辛かったかな。なのでね、本当に玄関に入り口に一番近いところに座らせていただいたんですけども、まあ、昔ながらの喫茶店っていう感じでね、すごい雰囲気も良かったんです。何より美味しかった。紹介してくれた同僚ありがとう。そしてね、この難波ウォークをね、ちょっとふらふら歩いてみようかなと思いました。昔はね、虹の町行ってたんやけどね、まあ、いつの間にか難波ウォークっていう名前に変わっておりますが、はい、このクジラのオブジェは私のお気に入りでございます。そしてね、なんか秋の装いのなんかデコレーションがあってね、すごく散歩してるみたいな気分になりました。この地下にね、緑があるってのいいですよね。で、なんとなくハロウィンっぽい色合いでね、すごい綺麗かった、まあ、お花好きの人なんかはね、参考になるんじゃないですか。やっぱ秋といったらこのオレンジなんでしょうか。オレンジの花とか多かったですよ。で、せっかく難波まで来て、そしたらね、なんか献血募集みたいな看板を見かけたんで、おお、久しぶりに献血でも行ってみたろかいうことで初めて来ました。献血ルーム、綺麗なルームでしたね。前はね、天王寺で行こう思ったらね、ちょっと血が薄かってね、ちょっとあかんかったから、もうほんまに何年ぶりかの献血でございます。まあ、ドリンク無料でね、ゆったりと過ごさせていただきました。むっちゃ空いてたし。そしてお礼っていうんですかね、お米をいただきました。バームクーヘン、また行こう。ではまた。